みんな眠くなるだろうという。はい、じゃあここからがいよいよ重要と、さっきからいよいよ重要とばかり言ってますが、もういろいろ気づかれてると思いますけれども、ステートメントを書くとどういう利点があるかということですよね。今も言ってたんですが、海外のフォトレビュー、海外のフォトコンに参加できる作品があってもステートメントがないと、今サムライフォトの方もそうですけど、いろんな海外のフォトコン、レンズカルチャーのアワードとかたくさんあるので申し込んでます。でもそれはステートメントがあるからできるんですよね。すぐそれがないと結局なくてもなんていうんですか、応募はできます、申し込みはできます、でもやっぱりそれ伝わらないのでね、それをちょっとよく分かったってさっきお話しされてたんですが、本当そうなんですよ。だからそれは一番です。でもう一つはこっちも大事なんですけど、作品がレベルアップします。これも後で皆さんお渡しする資料に入ってますから、そうですね、じゃあ作品のレベルが上がるっていうこと、それはですね、実感したのはですね、先ほどからサムライフォトっていうところの話がちらちら出てますけれども、このグループができたきっかけが実はガンレフっていう写真投稿サイトがありまして、2万人ぐらいいるのかな、登録してる方が。でそこで2012年かな、何かに選抜で写真展を 10人選んでやりましょうというのが企画がありまして、その時に10人選ばれたわけです。で選ばれたんですが、じゃあ選ばれたら10人さ、はい、それで写真展それぞれの作品を持ち寄ってやりましょうではなかったんですね。でその時に初めてその侍のことで一緒に教えてくださってる吉田茂さんが、写真家の方なんですけども、君たちもステートメントを書きましょうって言い出したんですね。なぜかというと彼も海外に挑戦し始めて、最初の時は全然ステートメントという方は分からなかったらしいんですけど、ステートメントの必要性を強く感じたので、私がさっきお話したような感じと一緒だと思うんですが、日本人もやっぱりステートメントを書こうじゃないかっていうことで、そのステートメントを書いてもらいました、みんなに。そしたらステートメントって何みたいな感じですよね。なのでもうみんなちんぷんかんぷんです。もうそれでも書かなくちゃいけないし、写真展にそれを出すわけですから、もう必死ですよね。もうほとんど泣きが入る人を言いながら、もうカニエさん怖いとか言われながら、私も苦労しながらなんとか書き、みんなできて写真展をやりました。ところがです、それをやったらもうステートメントなんかやりたくないよみたいな感じだった方もいたんですけど、ほとんどの方が作品がレベルアップしたんですよ。でそのことを実感してしまったんですね。あんなに苦しかったし、なんだかわけのわかんないものだったけど、無理やりやらされたけど、結果その作品のまとまり、自分の作品がちゃんとまとまってレベルも上がったっていうことが実感として分かったらしいんですよね。ですね。それでじゃあ日本の中でステートメントというものを教えているところはないかって探したらしいんですよ。ところがないと、あってもすごい高いんですね、12万とかね。なのでじゃあそれだったらもう僕たち、その時6、7人もっといたかな、僕たちでそういうところを作りましょうという話になって、それで海外にも挑戦しましょうということのグループが、実はサムライフォトっていうグループで、その写真展が終わった2012年の終わりぐらいにできたんですよね。そんな感じでした。
だから結局やっぱり作品がレベルアップするっていうこともそのステートメントを書くことの大きな利点ですね。自分自身が見えてくるのと、今まで分からなかった自分が見えてくるんですよ。それで自分に何が欠けているかっていうことも見えたりするんですよ。まあそれでステートメントを書いて、それとすり合わせながらプリントを仕上げて、でまたそれをやるとステートメントがまた変わってくるっていうのがあって、まあ変わらないといけないんですけどね、そういうこう行ったり来たりをしながらどん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 進歩っていうかこう上に行くんですね。で、まあ、この後に書いてあるんですけど、そのレベルアップするのでこういう実例がありますっていうようなことなんですが、取るべきものと取らなくてもいいものが分かるんですって。例えば綺麗な風景のとこ行っても写真撮らなくなります。まあいいかスマホでみたいな自分が表現したいものが分かってくると、あこれは撮るべきだけど今これは撮らなくていいっていうことがもう明確に見えてくるという方もいますね。であとはどんな現像デジタルじゃない場合には、はい、あんまりそんなにないかもしれないんですが、デジタルだとどういうレタッチをしてどう追い込んでいくかっていうのがありますし、あとどんな用紙を使うかっていうのがありますよね。だからそういうものもこう分かってくるですね。でそうそう、あれ25、26でしたっけ、用紙の特性、はい、ちょっと待ってください。それがあったと、用紙ってとても大事で、この表現をするって言ったらこの用紙がいいとか、この用紙だと例えば暗部がいっぱいありすぎる作品だとこの用紙は使うべきじゃないとか、いろいろあります。だから用紙の勉強も実は必要で、このコスモスタンで25、26、これかな、ちょっと下まで出ないな、ギャラリーコスモスタンで25、26にやるんですけど、意外とこういうのもないです。用紙はいろんな用紙の特性はこうだから、あなたの作品だったらこういう用紙を選んだ方がいいよとか、まあプロファイルの関連もあるんですけども、これもほとんどこういうアート誌にプリントする勉強会、これ上に出てる写真ってプロファイル作るみたいな時のやつなんですが、25、26です。もしよかったらこういうのもありますし、あと侍のなんかありますよね。29日、どうだっけ、今6日、あそれで、そうですね、あとはこれはちょっとコスモスさんと関係なくて恐縮なんですが、健康ドキナーさんっていうところのセミナールームでやります。これは今その用紙のことも含めてここにカリクラム書いたんですけど、 ICC プロファイルを作り方、あとアート写真は何だろうとか、用紙の選び方、解像度の考え、これ侍の方と、まあ、一応全員入ってるんだけど、カラーマネージメントの達人とか用紙の達人とか、そういう人がいて、これ結構安いんですよね、確か6000円、うん、6000円でこれだけ半日で学べたら結構いいかなという感じで、これは 29日、あ、そっか、ゴールデンウィークです、昭和の日、わかんない祝日ね、祝日だそうです。出力してもらいたいんですか。あ、プリント体験会もあるんですよね。
ちょっと見えにくいからあのかいつまんで説明しますと、4人の講師が順番にあのお話をさせてもらいます。その後に、申し込みをされた方限定なんですけれども、出力体験、あとフォトショップの質問フォームも設けてありますので、あのこのなんていうかな、プリンター3台ぐらい持ち込む予定なので、あのそういった形で出力体験はさ、あのできるような形でご取りたいと思います。はい、わかりました。そんなこともありますので、よかったらぜひ。はい、じゃあ次に行きます。そうですね、あのちょっとまたさっきのところに戻りますが、ここにどんな用紙を使うべきかが見えてくるっていうのと、どんなレタッチで浮かんでいくべきかっていうのも、それも分かるってくるんですね。で、あの1枚シリーズだから、あのプロジェクトって言うんですけど、プロジェクトの全体のステートメントもそうなんですけど、一枚一枚の作品の説明もできるようになってくるんです。ステートメントを書くと、この一枚は これでこういう理由でこう撮ったんだっていう説明が自分でできるようになるので、まあそういうことが あのアーティストステートメントの利点みたいなことですね。はい、じゃあそれで ではですね、本日の3つ目の課題に行きます。今日は ある意味カリキュラムで書いた通りにやってます。あの次回からちょっと変わるかもしれません。なぜかというと、なるべくあの皆さんのステートメントを添削して、お互いにこう意見を言い合ってみたいなことの時間をいっぱい取ろうと思っているので、そのステートメントの感じによってあの、まあ、時間がいっぱい取られちゃう場合もあるかもしれないので、まあ、その合間を見ながらあの必要なことをちょっとずつ入れていくという感じにしたいですし、その提出していただいたステートメントによって、あの今回はこっちの言った方がいいなって、こっちの話をした方がいいなっていうのがあるので、ちょっと変わるかもしれない。今日だけはカリキュラム通りにやるということで、3つ目の課題なんですが、はい、じゃあですね、今日の3つ目の課題は、作品のステートメント、作品とステートメントの関連性っていうことなんですけど、それをお話をしていきたいんですが、実はとてもいい例があるので、まあ、大体関連性自体はもうお分かりになってきたと思うんですが、ちょっとですね、あれ出たかな、あ、出た、すいません、たびたびつけたり消ずっと消しといてもいいです。これあのちょっと作品をまず見ていただきたいと思います。これあの本当はね、プリントがすごく綺麗なんです。だからデータで見せたくないんですけど、しょうがないのでデータだけでお見せしますが、ちょっとちっちゃいね、これ A2 ぐらいでしたっけ。 A2 です。20枚ここに出てるので、何にプリントしてましたっけ。最終的にキャンソンのプラチナファイブアラブ、あ、そうです。あ、暗部が多い写真、暗部が多い、シャドウが多いんで、それが一番出る用紙を探して、最終的にこうなんて、そうですよね、プラチナファイブアラブが一番よく出るっていう。彼女はアルルに行って、なんだっけ、なんとかインターネット、なんかマガジンに何か紹介されました、ね、紹介されますね。これ見てるだけじゃ意味があんまり分かんないと思うんですが、あのこれとステートメントをアルルであの見たレビューアーの方で泣いてる方がいます。あの何もステートメントがなくても作品は
強いです、すごく。でこの方のは新しく撮ったんじゃなくて、アルルに行くんで、東京でもう写真展を数年前にやったみたいなんですよ。その時はなんか現像所に出してプリントされたのかな、なんですが、じゃあアルルに行くということで、もう一回ステートメントを書きました。もう一回じゃない、ステートメント初めて書きました。そしてプリントレタッチをアルル用に やり直したっていうんですかね、全然違う風にできたんですよね。で一種風景写真みたいな感じに見えるんですけど、さっき泣きましたっていう意味が分かると思うので、ステートメントがどっかにありましたよね。ほらプロファイル、あ、ワークスにあるのか、ワークス、これじゃないね、プロファイル、プロファイルじゃなくフォトグラフにあるのか、あ、これかな、あ、これ、これ、あ、行っちゃった行っちゃった、あ、戻ってこない、ちょっと今英語だったんで、ちょっと待ってください。日本語のがどっかにありますね、日本語、ここだ、わかります？ちょっと私が読みましょうか。これ私がさっき最初に十何回以上直しましたっていう人いますって言った方です。で十何回直した挙句に、この後のプロジェクトは一切直さず全部できました、英語まで。スターティングアニューストーリー、ある日隣町に奇妙な形の廃棄物工場を見つけて興味を覚え撮影を始めた。この町には雑木林や畑の中に工場や倉庫が数多くあった。狭い道路を大型車が砂煙を上げてひっきりなしに走っていたが、人の気配は少なく、私は不思議と安らぎを覚えた。この町を撮影し始めたのはちょうど両親の介護に追われている時だった。老いは誰にでも訪れるものだが、親の報われない最後に虚しさを感じていた。撮影し始めてしばらくして父が亡くなった。痩せて枯れ葉がカサカサと落ちていくような最後だった。あの奇妙な古びた工場がキシキシと音を立てて、ごめんなさい、でキシキシと音を立てて稼働する姿が働き尽くして朽ちていく父の姿に重なった。そして父の最後の日々、十分に手を尽くせなかった自分を深く後悔した。私は老いや死という絶対的なものを受け入れられず、父と共に歩むことができなかったのだ。この町には日々さまざまなものが運び込まれ、うず高く積み上げられていく。それらはいつか工場で処理されて新しい何かに生まれ変わり、この町を出ていく。役目を終えたものもまた別の形を与えられる。人もまた同じなのかもしれない。どのような人生であろうが、皆一様に死を迎え土に帰り循環し、全体に同化してやがて別の何かになる。死というプロセスを経て違う形を生きる。父の肉体も魂もまた新しい何かに生まれ変わるだろう。普通の現実に尻込みした私も、普遍の現実ですね、また同じこのダイナミックな流れに乗っていくのだ。深く垂れ込めた雲の下や生い茂る草むらの向こうに広がる空が見えた。薄くたなびく光、その先にどこまででも変化し続ける世界が見えた。まあ、こういう感じです。ちょっと長いんですけどね。で、泣かせておりました、レビューアーは。ステートメントと作品の関係性っていうと、まあ、こういうことなんですね。
風景写真があったり、あの鎖みたいなのを撮ったりいろいろありましたけど、一つにまとまるのはこのステートメントがあるからなんですよ。で、あのレタッチをああいう風にあの割とこう暗めにしたり、キャンソンのプラチナファイバーラグでしたっけの紙を選んだり、まあ、ちょっとデータで見えないんですけど A2 にさ印刷あのプリントしたりっていうのは、全てこのステートメントが決まったことによって出てくることなので、もう十何回やろうがやっぱりあのそこまで追い込まないと、曖昧なままだと曖昧な作品になってしまうし、誰も泣いてはくれません。なのであのこれが関係性の一つのパターンですね。泣かしたら大したもんですよ本当に。でもう一つあの全然違うのが、これがですね、さっきあのレンズカルチャー出したとおっしゃってましたけど、何アワードに出されたんですか？ポートレート、ポートレートですか。これは何だっけ、エクスポージャーって、あのレンズカルチャーってあの海外のフォトコンテストの中では一番媒体力があって露出度が高いんで、まあ、あのいいと思います。あのフォトコンテストで出すとしたらいっぱいアワードがあるんですよ。さっき言った ポートレートもあるし、なんかストーリーというテーマのもあったり、あの今何だっけ、今アース、あ、いろいろなんか2、3ヶ月にいっぱいありますよね。でなおかつ出すとそれをいろんなところに配信してくれるんですよ。あのエントリーしただけで、もちろんあのグランプリ取れば写真展も写真集も海外でできるし、一番の人は30万ぐらいもらえるんですよね。250ドルだっけかかな、なんか、上の5人ぐらい、あ、3人か5人で100万ぐらいをもらえるんですよ。まあ、そういう意味でもおすすめです。はい、ちょっとこの方はあのですね、何だったっけな、今年のそのレンズカルチャーの何アワードだったっけ、あ、そのエクスポージャーかのアワードで一番を取った人です。あのさっきレンズカルチャーってパリフォトの前のフォトレビューっていう話をしてますけど、それとは別です。あのウェブサイト上の上はあの会、フォトコンテストでデータでやるもので、あのフォトデビューとまた全然違うってあるものです。これがあのそのグランプリを取った、ロシアの若い方なんですけど、ダニーラ読めないタカチンコかなまあちょっと見ます。これあの何万人も出るでしょうね、来るよね、世界中からですか。その中のグランプリです。これあの URL あの後で渡しますので、なんだか分かるような分からないようなもし見えなかったらば前に来ていただいてもいいですか。終わりました。はい、なんだか分かりました私もステートメント読まないときは、まあ、グランプリでこの写真をグランプリ撮ったのはこれこの人って言って写真を見たときに、あ、なんとなくあの雪景色だし、なんか意味ありげだし美しいかなみたいな感じで、うん、まあでもちょっとよくわかんないなみたいなことでした。でそれでここにねですね、この下にステートメントが書いてあるんですよ。でこのレビュアー
さんみたいなものなんですが、この審査員ですね、審査員の方の感想が出てます。で、あの英語なんで一応私が訳してきました。読みます。このプロジェクト制限区域はユートピアに対する人間の衝動についてとテクノロジーの進歩を通して完璧さを追求しようとした我々人間の足跡である。人類は常により多くのものを所有しようとする。これがテクノロジーの進歩の礎になっている。この進化のための副産物は他に対する力を所有するための暴力的なツールと同じくらい必要なものである。より良く、より高く、より強く、これらの理想は政府の主要なイデオロギーを表す。この方針を実現するために政府はほとんど全てのものを犠牲にしようとしている。一方、個人はこれらの政府の目標を達成するための道具として扱われ、引き換えにより快適な環境が約束される。テクノロジーの進歩のためにとても重要とされていた場所、制限区域を探して、制限区域っていうのがこのプロジェクトのタイトルですね。その制限区域を探して私は旅をした。これらの地域は現在は打ち捨てられている。今は時代遅れとなり、空想でしかなかったイデオロギーとともにこれらの地域は重要性を失ったからだ。この制限区域の多くは以前は秘密の場所で地図にさえ載らず記録にも残されていなかった。今は忘れ去られた科学の廃墟であり、無人になって放棄された建物である。テクノロジーの進歩による完璧な未来は訪れなかったのだ。どのような進歩も核戦争、経済危機、天災、理由はどうであるにしろ遅かれ早かれ終わる。私にとって興味があるのは進歩が停止した後に残されたものの目撃者になることだ。この制限区域は進行中のプロジェクトだが、およそ35作品を含み2015年3月に完結する予定である。まあ、これが、ステートメントですね。ちょっとあのとても若い方なんで文章がちょっと硬いなとか思ったりもするんですけど、まあこれを読むとさっきの分かりますよね。要はあの何ですか、そのロシアのそれ今かつてこれ一個一個にあの説明もあるんですよ。なんかさっき湖の上でこんな縄みたいになったのはチェルノブイリのそばのところで、あの近づいちゃいけないところで、あの今もその放射能汚染のあるところだとか、あの他の大気圏と交信しようと して作った大きなアンテナとか、廃墟みたいなマンションみたいのはその科学者たちがあの住まいとして与えられた場所だったとか、一個一個全部説明がついてるんですけど、そう言われるとあグランプリかでもいいかなって思うので、まあステートメントと作品の関係性ってそういうことだってだんだん分かっていらしたと思います。あのさっきの介護のっていう、あれ千代田光子さんっていう方の作品なんですけど、千代田さんのはあの割とパーソナルな感じですよね。で、まあでもレビューアーによってはパーソナルなものを好まない人もいますし、逆に好む方もいるし、今のロシアの方みたいね、割とあのフォトコンテストだから受かったのかもしれないんですけど、アートとして通用するかどうかはちょっとまた別の問題で、飾りたいかどうかっていうことが出てきますよね。買いたい、さっきマリリンを買いましたけど、あの何て言うんですか、ドキュメンタリー的で、このロシアの方のはちょっとあの雪景色で綺麗なんで、まだちょっとアートとして買ってくれるギャラリーとかいるかも、買ってくれるとか売ってくれるギャラリーがあるかもしれないんですけど、その辺のことがちょっといろいろありますね。ただドキュメンタリーだとあのこのフォトコンテストはドキュメンタリーっぽいのが強かったりしますからね。あのギャラリーで売るわけじゃないし、契約するわけじゃないし、
あの美術館に行ってコレクションされるわけではないので、あの言葉が悪いですけど、おお物珍しいみたいのが入る的なところも あるので、フォトレビューでこう、ギャラリーに見せていい評価をもらうものとまたちょっと違います。まあでもステートメントとの関係性はこんなことですね。でちょっとここでなんかこの審査員の方がサラリンさんっていう方が言ってるのは、やっぱりあのこのプロジェクトはとても強いと。なぜかっていうと、一点一点の中にその全体でさっき読んだあのステートメントがありますが、それがもうちゃんと表されていると、だから強いんだっていうことを書いてます。そんな感じですね。関係性っていうのはもっといろんなステートメントがあるので、あのおいおいお見せしようかなと思っています。あともう一つ、ちょっとこれもあの URL 後でお渡ししますけど、ちょっと読んでて面白かったんですよ。六甲さん、この方がなんか六甲さんのレビュアーさんみたいで、あの後藤由美さん、日本の写真家に望むことって、レビューアーとして六甲山国際写真祭に参加してくださった後藤由美さんにインタビューしましたっていうやつなんですけど、なんかアジアを拠点に活動するフリーランスのフォトコンサルタント、まあ、キューレーションをしてるし、あのプロデュースをしたりいろんなことをやってるらしいんですが、日本ではまだこういう方は少ないと思うんですけど、六甲山でレビューアーをやった感想が述べられているんですね。六甲に参加した日本人写真家についてどう思いましたかって、まあ想像していたよりもプロジェクトの多様性もありクオリティも高かったですって。で日本の参加者は六甲に参加した外国人写真家と日本人写真家の違いはありましたかって言ったところに、日本の写真あの参加者は自分の作品をどう見てほしいかということより作品のクオリティをすごく気にしている傾向があると感じましたって、確かにそうですねっていう風に。でプレゼンがまああんまり上手じゃないみたいなことですね。自分の作品をどう見てほしいかっていうことをプレゼンで できていないっていうふうに言ってますね、ここで。で作品についてどう思うかの好評を持つというのではなく、その作品を自分はどう露出させたいか、さっき言いましたよね、写真展をやりたいのか、ギャラリーと契約して売りたいのか、写真集を出したいのか、それをはっきりしないといけないということなんですね。で、それをなんかとりあえず私の作品どう思いますかって公表を待つんじゃなくて、私はこういうふうにしたいんです、これが目的でこのレビューに参加しました、でこれを見てくださいっていうふうに言わなきゃならないのが、日本の人はそうではないと、自分の作品どう思いますかっていうふうに来てしまうということがここに書かれています。でそうですね、ここに、ここに書いてあるんですけど、日本の写真家にとって足りないとこがありますかって、これはいつも思うことですが、ステートメントが弱いですってはっきり言われてる。皆さんあまりその重要性を意識していないような気がします。ステートメントが写真と内容と全く合っていないという場合がほとんどですと書いてあります。よくあります、これも日本の場合。レビューの時は作品について納得できる説明をできることが重要です。一枚一枚が素晴らしいかどうかではなく、全体的な作品についてちゃんと説明できることが大事です。それもちゃんステートメントとしてきちんと用意しなさいと書いてあるんですね。
そういうことなんですよ。それで、これも日本人によくあるっていうことなんですが、あなたにはこれからどんなような可能性がありますかって話すと、あ、そういう写真も撮ってますとか、あ、それも今度やろうと思ってましたみたいなことが書いてくるらしいんですよ。で、まあレビュアーさんとしては提案してるからそれをこう汲み取ってくれるのは嬉しいんだけど、もしそれ撮ってるんだったらそれ持ってきなさいよって書いてあるんですね。割と日本人的ですよね、このその場しのぎ的な、それはやめましょうという書いてありますので、皆さんもやめた方がいいと思います。で、そうですね、この後も先ほどから言ってるようなことが書いてあるので、まあ、全体を後で URL をお教えしますので読んでいただければ、まあ、レビューをどうちゃんと調べた方がいいとか、写真家はもう写真だけ撮ってないでいろんなことが大事だよとかっていうのが書いてありますので、一応後でまたお家で読んでいただけばいいかなと思います。まあなんとなく撮りためた写真に自分がその理由撮った理由がわからないけどまとまったから、なんとなくこんな風に見えるからこんな感じのステートメントでいいかなって言って持っていくとバッサリ切られます。やっぱり見抜かれちゃいますから、まあそれでも作品がもう本当に世界で見たことのないようなもの、新しいものでものすごい手が込んでいて、もう見ただけでハッて思ったら、まあステートメントがいいかみたいな話がなきにしもあらずですが、最初からそんなことはあまりないので、やっぱりステートメントを詰めながら作品もこうすり合わせながら、作品とステートメントが合ってないパターンよくあるんですよ。だからステートメントやって作品もこうやってってこう同時進行でやっていかないと、まあそれもこううまくいかないことだなって常々思いますよね。じゃあ4番目の、もうちょっと時間になっちゃうんですが、4番目のブレイクスルーをするというやつに行きたいと思います。ブレイクスルーって分かりますか？自分を掘り下げるっていうことなんですけど、まあ、さっきからそのステートメントを書く上で最初に必要なことで、きれいに書くためのポイントで伝えたいことを見極めるっていうことがあったんですが、まあ問い詰めてみるっていうことですね。それと同じようなことなんですが、やっぱり自分が何を表現したいのかっていうことを見つけるためには自分を掘り下げないとまずいけないことで、これよくもういろんな写真家で海外に挑戦してる方と話すんですけど、いや結構皆さんの指導してるとなかなか結構みんな難しくてなかなか出てこないんですっていう話をよくするんですけど、そうすると海外経験の多い方、向こうで学ばれたの写真学校とかで学ばれた方なんかをブレイクスルーをするっていう授業的なものがあるらしいですね。で、何をするかっていうと、まあいろいろこう過去を掘り下げることもあるんですけど、皆さんが一番アドバンテージがあるのは写真をいっぱい撮ってるはずじゃないですか。まあ4年にしたっていっぱい撮ってますよね、今までね。と写真を見るんですよ。自分の今まで撮った写真をとりあえず全部見直す。そうするとその中に自分が表現したいものが必ずあるっていうんですよ。これニューヨークの写真学校のブレイクスルーレッスンなんですけど、だからずっとそれをまず見返す。で、ただ見返してるうちに分かる場合もあるけど、一応これは何を表現したくて実は撮ったのかなっていうことをちょっと考えながら見返るといいと思います。で、それでも、まあ、なかなか分かんないっていう時ありますよね。その時は、まあ、誰か、好きな写真家でもいいです。この写真がなぜ好きなのかっていうことですよね。それを
まあ、文章で書いてください。箇条書きでもいいので、あのこう思いますみたいな、なんとなく思ってるだけだと意外とあのスッと違う、思い出す時に違うことを思ったみたいな感じにもなるので、その写真を見た時なんで好きなのか、なんで惹かれるのかっていうのを とりあえずあの短い文章でメモでもいいので、それを書いてみてください。で、そうする、それをまたまとめていって、それをまた見返すと、その中にヒントがあります。なんで惹かれるかっていうことは自分の何が表現したいかっていうことに結局つながっていくので、あのブレイクスルーをするという結果になります。まあ、作品じゃなかったら哲学書みたいなものでもいいし、映画でもいいし、音楽でも何でもいいんですけど、なぜそれが好きで、なぜ惹かれるかっていうことをあの文章で書いてください。文字で それを貯めていくと、それがブレイクスルーの自分を掘り下げるレッスンなので、まあ、あのそれをやって、ちょっとずつちょっとずつみんなで進んでいって、いいステートメントが書けるようになったらいいかなって思っています。まあ、ほぼ時間になったんですが、本当はまだ2つ3つあるんですけど、何か質問ありますか？さすが質問はないかな。あと、じゃ あの皆さんがちょっと元気になるようなのをやりますかね。あ、そうだ、その前に宿題を、はい、ということで、次回は4月18日18日なので、最悪15までに私にステートメントを送ってください。でステートメント書けないとしますよね。 まだブレイクスルーしたばっかりでそれどころではありませんという場合もありますね。あのその場合でも、あの自分は何が表現したいのかっていうのがちょっと見えてきたら、あの短い文章でもいいです。それステートメントになってなくて、自分が何を表現したいということが、あの1個じゃなくて、もしかしたらまだ決まらなくて、これがあってこれがあってこれがあってでもいいです。あのとにかく文章みたいなの書いて人に見せるっていうことの訓練 あの第一ステップとして、それでもいいので送ってください。まあできればステートメントがいいですけど、それであのその時にもうステートメントの形を成しているものを送ってくださる方は、できればあの作品のサムネイル的なもの5点ぐらいでいいんで、ちっちゃくていいんで、それが分からないと私もどう添削していいかという方向性が見えないので、あの一番ベストなのは、まあ、5点ぐらいのサムネイルとちょっと書きましたっていうステートメントを15日、できれば10日とかに送っていただくと、私はあの8人いるので楽なんですけど、まあ、一番遅くても15日ぐらいまでに、一応あの皆様にメールを差し上げたので、あのメールのところで結構です。はい、何か質問がございますでしょうか。あのそのブレイクスルーのところで、はい、一応あの自分の思考性というか、ものの考え方があって、はい、それをこう、まあ、言葉にして起こすっていうことになるわけなんですけれども、そこが何ていうかこう抽象的っていう言い方の方がいいんですかね、うん、あの、はい、な表現になってしまいがちなんですよね。結局、まあ、言ってることはごもっとも、でもわからないっていうこと、まあ、なるほどと思わないっていうことですよね。でそこら辺のギャップをどうやって埋めていくかっていうことで、なんかすごく考え込んじゃうんですよ。考え込まないでください。そしたらですね、自分はそういう感じにも感じてるけど、とりあえず書いたものを送ってください。そうすると私がここは抽象的だから、ここはこうした方がいいですっていうことになってくるので、あの今のいきなり抽象的なんですね。あ、いいです、いいです。それでもあの抽象的なものが全部バッテンかっていうと、そうではなくて、抽象的な部分も入っているものがいいというのもありますから、
はい、本当は皆さんを元気づけようと最後にあの侍ホトのみんながアルルに行った動画を見せようと思ったんですが、ちょっとやめときますか。もう時間ですもんね。時間大丈夫ですか。いやいやいや。あとですね、あのちょっと、あとね、このこれもこの後で URL をのところに入ってますけど、その川瀬直美さんってあの女性のドキュメンタリーみたいな映画監督の方いるんですけど、この方があのテッドっていろんな人がスピーチするところでスピーチしてるんですけど、これの年老いた老夫婦に養女にもらわれて育ちました。養母と、これあのわざと見せません今これがあって、なぜかっていうと自分で一人で見てくださいお家で、その方が噛み締めてよくわかると思います。これの6分半くらいまでがステートメントです。そのままです。さっきから言ってるあの自分の使い慣れた言葉で素直に自分の全部をさらけ出して相手にストレートに伝わるステートメントになってます。なのであのこれは今ここで見てもいいんですけど、それよりあの一人で見た方が分かりやすいです。なのでそうしましょう。はい、侍はいいかな。次回で、え、次回で、次回にしますか。そうですね、あの侍でアルルに行った時のあの動画もあるんですけど、それを見るとあ、こんなの私もできるわって思うかなと思って最後に元気づけて今見せようと思ったんですけど、ちょっと来週しますか。あ、来週、次回、ちょっと時間になりましたしね。はい、じゃあそんなことで、はい、次回ですが15日までにお願いいたします。でもしその前にどな何かちょっと疑問とかやっぱりちょっとできそうもないけどどうしたらいいですか的なことはあのメールしていただければ結構です。はい、そんな感じで、質問があるんですけど、はい、ステートメントのその、 あの作っていく過程の中で作品がどんどんあの質が上がっていくという話がさっきありましたけど、それってあのいわゆるセレクトって言われている作業の繰り返しと同じなんですかね。セレクトってあのただ選んでいくっていいんですか。通常自分が作った作品ざーっと並べてある特定の項目ごとにあの分けていって、でそれを繰り返していくうちに自分のその表現したいものが ある程度こう何て言うのかな、形を成して揃っていく、または欠けたピースが見つかる、はい、でそれをまた新たに取りに行ってまた作品並べてセレクトし直してって、これを、何十回と繰り返すと一つの作品群が出来上がるっていう感じで、僕は多分 2B とかで教わったわけじゃないですけど、そういうイメージがすごく、それはだからさっき言った掘り下げる作業ですね。でもまあ、そうステートメントと一緒にレベルが上がっていくのとの、あの最初の話ですよね。ステートメントを直していくとそのレベルが上がっていくっていうのは、今のおっしゃったのは多分 それ以前の掘り下げ作業ですね、セレクトっていうのは。で形を成していきますよね。でこういうことが言いたいだろうなと見えてきますよね。でその先でレベルが上がってくるっていうのは、その選んだもの、まあ違うものが入ってきたりする場合もありますけど、入れ替えしたいっていうのは、まあこっちの方向にレタッチとか現像を持っていこうとか、もっと暗くしようとか、この紙を使おうとか、そういうことで、それによってさっきの千代田さんのも全然違いましたよね。最初あんなに力強くなったのはステートメントで、彼女は写真、東京で数年前にやった写真展の時に何もああいうステートメントを書いてなかったんですけど、その
お父様の介護の話を持ってきたことで あれだけ強くなったっていう それがそのことがレベルが上がるというようなことなので、まあ、セレクトも含まれますけどね、その先にある感じです。じゃあ、USB メモリーを欲しい方、はい。